はい、どうも皆さん、こんにちは。きのです。今回は、レジェンズの最新情報になりますね。今、鼻にティッシュ詰めて実況してるんで、花粉症のせいで、鼻声に聞こえるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。で、緊急メンテナンスが始まったっていうことで、ちょっと見ていこうかなと思います。力の大会か。3月9日から、もう始まってますね。終了日時未定と、の、メンテナンスが入ってるっていうことなんですけども、これ多分ですね、知らない方も多いと思うんですが、なんでメンテナンス、なんでね、メンテナンス行ってるかっていうところをね、喋っていこうかなと思うんですけど、なんかね、昨日水曜日でレジェンズ更新日だったじゃないですか。で、もう書いてないんかな。昨日のメンテナンスでですね、ガチャと、PVP かのメンテが入ってたんですけども、地下の大会はね、シーズンまだ終わってなくて、メンテ中じゃなかったんですよね。で、いざね、昨日の15時になったよっていうタイミングで、なんかね、地下の大会のティアのキャラクターが変わってたらしいんですよね。うん。で、シーズンの途中の間で、キャラクターのティアが変わってしまったってことで、ティアね、1個ずれるだけで、結構なね、ポイント差が開くんですよね。なんで、この、メンテナンスが始まる前にプレイしちゃった人は、なんか、ティアによってね、そのポイントの変動を受けちゃってるっていうのがあるんで、まあ、それがやばいよねっていうところで多分緊急メンテが入っているんだと思います。うん。なんで、結構これまでにない不具合というか、どういうミスで起こったのかわかんないんですけど、はい。まあ、とりあえず未定のメンテナンスが入ってるっていうことで、気をつけていただきたいなと思います。どういう対応を取るかも今全く分かってないんで、まあどうしてくるんかなっていうところはありますね。うん。なんで、もしかしたら、なんか、今週、地下の大会のルール変更が入って、まだ全くプレイしてない人とかは、ちょっと有利な感じで地下の大会を進めることができるかもしんないんで、まあ、元からね、やってた人からたまったもんじゃないと思うけど、もしかしたら、なんか上位称号とか優勝とかが狙いやすくなるシーズンになりうるかもしれないんでね、ちょっとそこは注目しておいてほしいかなと思います。基本的にね、地下の大会って、なんかスタミナマックスになるまでは、僕は放置してるんで、結構なんかそういう方もいらっしゃる気がするんで、はい。うん、って感じですね。まあ、こういったね、形の、なんか、メンテは初めてなんで、多分、運営さんがミスったんかな。来季持ってくるはずのティアを変えちゃったみたいな、今変えちゃったみたいな感じで、あれなんですかね。はい。というところでございます。じゃあね、次からは、新しいお知らせの方を、一つ一つ見ていこうと思います。はい。ちょっとごめんなさい。ほんまに鼻水やばいんで、ちょっと鼻噛むか。はい。てなわけでね、アンケート実施が始まっていますね。3月の8日の15時から。これは、サービスに対するアンケート。だから、なんか、特別、議題があるわけじゃないんだ。レジェンズランキングについてとか、PVP についてとか、そういう話じゃなくて、レジェンズ全体に対する意見を聞かせてくださいって書いてありますね。うん。で、アンケート期間が3月20日まで。で、答えることによって、時の結晶100とリムーバー30個もらえるんで、まあ、ちょうどね、今度、カマロゼが出るっていうことも判明してますし、リムーバーもね、今、フラグメント強化祭来てるんで、はい、これね、ぜひ答えてみたらいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、すぐ届くかはわからないけど。さあ、そして、未来トランクス編のバトルロイヤル第2回が始まりますね。レジェンズバトルロイヤルの、なんか、シャープ2みたいなの初めてじゃないかな。で、今回はですね、多分これ、あ？待って、これどういうこと？なんかニューってついてるんだけど、え、何これ？何があったんだ？ちょっとわかんないですね。あ、第2回ってわけではないんか。ごめんなさい。なんかでも追加されてますね。あ、待って。なんか昨日の不具合の、関係かな？ちょっとわかんないですけど。何があったんか。とりあえずなんかお知らせの更新があったみたいなんで、昨日。あ、これか！未来トランクス編において、踏ん張り、やっぱそうだよね、これ。これコメント欄でもめちゃくちゃいただいてたんですけど、2日前からあの夜に上げた動画。これやっぱ不具合だったんだね。
本件のお詫びとして勝利メダル6枚を配布します。あ、メダルもらえるんだあ、じゃあもうもらえてんのかなこれ。はい、てなわけで、なんかメダルいっぱいもらえるみたいなんで受け取っておきましょう。やっぱ不具合やったんや。でもさ、あれでさ、マスター戦士の称号とか取れなかった人ほんまにかわいそうですよね。まあ、僕はもともと負けてたんであれですけど。あ、まだ届いてないわ。じゃあこれ見てくださいよ、ほらホイホイ回しすぎてこのスロットキーがあり余ってるっていうね。もうこれはちょっとね、あの交換する場所をリサイクルセンターに追加してほしいわ。これアンケートに書こうかな、でございます。はい、てな感じで、今回はね、新しいお知らせ入っていたんでそちら見つつ、まあ地下の大会についてはね今プレイできないっていうところで、ちょっと待っていってくださいって感じですね。地下の大会なんですけど、あんまやらずにね放置しちゃう人いるんですが、なんか PVP とかでゴチゴチ強い合体戦士パーティーとか適当に使ってても意思先行圏内いけたりするんでね、絶対やってみた方がいいですよ。うん、そのところですね。はい、まあ、昨日から入ってるお知らせについてはあらかたね、動画でお知らせできてるかなと思うんで、あ、レーティングのやつだけ見とこ、これ。はい、1位がゴジータ、身勝手2位だったんだ。で、ヒット、17。17号、すごいね。ビーストより17号の方が使われてる。ちょっと意外ですけど。はい、こんな感じですね。ジレンとかほぼ見ないけどね。はい。そんなところで、今回はですね、ついに、あ、もうそれは喋ったか。うん。なんかね、お知らせが入ってきたんで見ていきました。なんか新時代開幕って感じですよね、ほんまに。ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっと前からのね、フェスティバル中の使用率ランキングから変動しつつあるんで、またね、次の周年かな、次は。5周年に向けての環境変動が入っていくと思うんで期待していきましょう。それでは、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。お前たちを絶対許さないと言っていた。奥に地球を守れと言っていた。